はい、どうもミスターです。今回は、このね、海外からお荷物届いたんで、ちょっとこれのね、紹介したいと思います。なぜって術後で体動きません。それじゃあね、紹介していこうと思います。この小包みは GoPro プラスっていうイベントに参加して、参加っていうか契約してね、契約してっていうか無料なんでいいんですけど、1ヶ月間はで、GoPro のね、製品、アクセサリーとかを半額で買えるっていう、そういう、企画ですね。企画です。なので、ちょっと開封してみたいと思います。じゃあ、開けてみます。今回は、必要最低限のものしかね、買ってないんですけど、さあ、開けました。どうかな？じゃんと、まずはね、なんか習字ができそうな紙が習字できるね、紙があって、で、じゃん。じゃあまずで出しちゃいますね。よし、出した出した。はい、それじゃあね、紹介していこうと思います。僕のやつのがいいかな。はい、これまずは GoPro Max のマスターグリップ、マスターグリップっていうのかな、 Max のグリップね。これだと、これね、これ2つ、あとは GoPro8 のね、この防水用ハウジング、これで水深 60m までいけるのと、あと GoPro 自体をね、ちゃんと守ってくれる予定です。で、あとはこっちのランヤードですね、首からぶら下げたりね、簡易的にできるもの、これね。それじゃあまずは2つある、こっちから開けてみたいと思います。よし、これね、これ見える？これすごい、7000いくらのものが3000いくらで買えるんですよ。それで、その、GoPro プラスっていうやつは契約、あれは1年間で、1人の方がね、10個まで半額で買えるそうです。で、あとは、GoPro がね、壊れた時とかに、無料でね、交換してくれる、無料じゃないか。交換してくれるみたいです。Apple Care みたいな感じですね。で、月額が、500円か600円かっていうぐらいだと思います。それじゃあね、ちょっと開けてみたいと思います。じゃん、あー、なるほど。これ箱ね。なるほど、なるほど。よし。おお、おお、こういう感じ。あ、うん、なるほど。なるほどね。結構いい感じですね。で、開いた感じは、こういう感じ。うん、これ見えてるかな。開いた感じの感じ。で、こっからポイント。おお、あ、これね。最高。一番、僕ここすごく思ってたんですよ。これ、伸ばした時にどうやって止めるかと思ってたんですけど、やっぱしね、このねじれ、ねじって止める感じ。とりあえず一番最高伸ばしてみますね。最高伸ばしてこれ。こんな感じ。こんな感じ。パーって感じ。結構、長さはね、どうでしょうか。まあ悪くないですね。で、基本的にこれの僕おすすめっていうか、これのいいなって思ったところは、まあね、もう今マックス手元にないので、なんとも言えないですけど、この状態でいろいろこう、取れるということ。あ、そうか。ただ一つポイントがありました。GoPro の、その、マックスだもんで、ここがあれでもいいんですけど、これ、もしかして、GoPro だと、足場が水平じゃないと無理かもしれないですね。ここに水ベルの、どこでも向ける機構がないと、もしかしたら平行が出ないかもしれないですね。マックスだと、それが、多分、ブレとかもないので、いいと思うんですが、まあその辺は仕方ないですね。うん、まあ平行なとこに置けばいいし、まあ棒でね、うん、こういう自撮り用のね、こういう感じで。じゃあちょっとね、せっかくなんで、GoPro のね、6つけてみたいと思います。これね、6、これをせっかくなんでね、いきたいと思います。
やっぱ純正品だけあって、うん、悪くないかもしれない。こんな感じ。はい、どういう気持ちですかっていう。じゃーん。なるほど。で、僕が使いたかったのはこういう風にね、あのちょっとしたことでもね、こうやってすぐここでこうやってできるじゃないですか。こういう風に、はい、ミスターですってできるんで、こういうのがやっぱしおすすめでしたね。で、これは、うん、使い勝手は最高かもしれないです。これね、このグリップ。これが GoPro の、MAX グリップね。MAX グリップ。置く場所ねえな。それで、もう一個、このね、何ヤードっていうの？これ。これは、GoPro にかぶせるシリコン製のガードみたいなものだと思います。多分ね、これだって半額だもんで安くない？すごく2500円が1500円とか。あ、なるほど、あ、なるほどなるほどなるほどね。これシリコンの、あ、これ気に入りました。今ね、8で撮ってるんで今すぐ装着できないんですが、もちろん6にもつかない。8にしかつかない。いいじゃん。これめっちゃいいじゃん。これ、見える？見える。見えるね。これ。これね。それで、こういうふうに、GoPro だけを裸で持っても、こうやってね、こうやって持てるんですね。すごいですね。よし。じゃあね、ちょっとね、装着したいんですけど、ちょっとカメラずれちゃうんで、これまたね、レビューしたいと思います。それで問題の、これ！これはね、買う人少ないんじゃないかな。あんまりね、買う人いないと思います。じゃあね、早速開けてみたいと思います。プチッと。おいで。ああ、なるほど。これも確か結構いい値段してて、これいい値段してたんですけど、確か7000円か6000円かそんぐらいしてたと思うんですけど、いきなりね、GoPro のまずこれがつきました。と、いつものね、このネジ。まあこの辺は、まあネジはいいんですよ。問題はボディどうなのかというところなんですよね。ね、丁寧に開けないとね、開けない理由があるんです。で、開けて、おぉ。お、ああ、なるほど。昔の、僕、昔、GoPro の、LCD とかいうやつ買ったんですよ。あの、タッチパネルの、初めてになったモデルかな。買った時に、こういう感じでした。うん。なるほど。あ、なんか、今思うと、中華カムの、あれみたいですね。どうやって開けるのかが、あ、これが。で、ここで、パカッと開けますね。お、密閉がすごいな。あ、いたいた。なるほど。水深60メートルですよ。あ、すごくないですか？30メートルだったかな？不安になったわ。それで、ですね。じゃあ、一応ね、ここに、もう一個、8があるんで、8にまずね、こいつを被してみたいと思います。どんな感じだろうか。お、8に、お、いいんじゃない？まずはなんや、お、めっちゃ良くなった。で、さらに、ここポイントなんですよ。こいつ使えるんすよ、これ。ちゅうことは、こう、ガンガン当たっても、まあ通常よりかはね、安心とは言わない。うん、いいね。これ僕今後使っていく予定なんですけど、じゃあね、問題の、もう、その、潜水ハウジング。潜水してね、やっていくぜっていうハウジング一回つけてみたいと思います。まずはね、ここの安全カバーをこっちにひねって、で、ここ開けるみたいですね。開いた。で、開けて入れます。入れてみます。ああ、なるほど。で、
閉めます。で、ここすごいポイントなんです。ここまでいいんですけど、じゃあ電源入れた時にすんなり反応するかちょっとやってみます。押しました。あ、反応しますね。反応します。あ、問題はタッチパネルどうかな。なるほど、タッチパネル効かない。あ、なのでタッチパネル効かない時に、タッチパネルやりたい時はこっちのね、穴開きの方を使うみたいです。今2つついてるんです、これ、このね、後ろのカバーが。で、穴開きじゃない方が多分水深 60m とか、もう最もハードに使う時に使用する蓋だと思います。なるほど。なので通常ね、使う時はこっちの穴開き、こっちでいいのかな、タッチパネルで効くんで、まあタッチパネル効くっちでも効かんっちでも、まあそんな言うほどあれだと思いますけど。なるほど。なんかすごいね、強い感じがします。はい、じゃあ今回GoPro のプラスで購入したのはこの3種類ですね。まずはこのグリップと、このグリップね、グリップとこのシリコン製のね、ラインヤードっていうのかな、このカバーと、あとはこれ、このね、強力なハージングケース、これね、このケースね、の3種類でした。次回以降、またね、くんちゃんメンバーがいろんなものを買ってるので、今度はリュックの紹介とかいろんなものを紹介していこうと思います。多分全種類ぐらい買ってると思うので、一応ね、参考になればと思います。今パッと見で僕の評価が一番高かったのは、値段安いんですけど、これなんか着せ替えもできるしね、ここのベルトなんて外してもいいし、ただ普通のカバーとしてね使うだけ、これは結構評価高いですね。で、次の評価はこれ、何って戦争に持っていける感じです。で、これはちょっとここに水ベルがないので、マジモンに平行のとこじゃないとこのカメラのこの位置が合わせれないので、ちょっと一つ工夫が必要です。ただハンドで持つ場合には関係ないですね。そう、もうね、僕としてはこれ置いた状態でこれが取れると思って想定してたんで、ちょっとねここは工夫が必要かもしれないです。ただね、まあもちろんこう普通にこうやって持ってるだけでもね、こう GoPro って入ってるのね、あ、こうかな、こう入ってるのでかっこいいんじゃないでしょうか。何って半額ですよ。これ GoPro ユーザーの方買わなければ意味ないですね。ただバッテリーに関してはいろんな方が言われているように、バッテリー単品では買えないです。なのでバッテリー欲しい方は本体とかね、カメラを買った上でバッテリーを注文すれば2個まで同梱してね送ってくれます。それ以外の方は半額でバッテリー買うのは無理ですね。あとそうですね、1年間に10個までっていうのが決まっているので、営利目的ではちょっと無理かもしれないですね。ただね、予想以上にね結構良かった。これも気に入ったかも。こうパッパッとこうね、ちょっとやって、ちゃんってちゃんちゃんって、これね、まあうりゃーっていう風にもなりますんで、こう結構いいんじゃないですかね。欲を言うともうちょっと長く伸びてもよかったかもしれないですけど、マックス使ってるユーザーの方にはバッチリかもしれないです。もちろんね、 GoPro だけじゃなくてここが使えればね何でも使えるので、もう GoPro 持ってない方でも GoPro プラス契約して購入、半額で購入することができるのでおすすめです。最低ね7000円ぐらい超えれば送料無料になるんで、まあおすすめなプランだと思います。はい、じゃあね、また次回ね、また確かこれインドネシア、シンガポールから届いた荷物なんで、またね新しくシンガポールから荷物届いたらまた報告させてもらいます。ご視聴ありがとうございました。これね、チキン。
はい、それじゃあね、加工しました。これここにくっついてたんですけど、もうちょっと電池変えるの手間なんでね、ここちょっとねカッターナイフで適当に切ってしまいました。でこうするにすると、こうやってバッテリーとね SD カードが取り出せる仕様にしました。